今日はね、大満、ワンズボーン、骨式なのかわかんないけど、2弾、第2弾。修行道、ワズボン修行道です、これ。うん。で、第2弾の相手は、なんと、アリボー。アリボーね、ウルフローレのコーチやってんだけど、まあ、俺ね、モス最強5人みたいなのあるやん。あれ、なんか、ハリボーの名前入ってないけど、お前、ハリボーマジ 100% 入るからね。もうキルラも取ってるし、マジで強いのよ、ハリボーは。まあなんかやっぱ、ハリボーの様子説明すると、まあやっぱ頭使えんのよ。シングルめっちゃ勝ってるし、リンネもすげえ勝ってんだけど、実はハリボーもめちゃくちゃ勝ってんだけど。ハリボーね、なかなか表に出てなくてかわいそうだなと思ってるけど。ハリボーマジ強くてね、うまいのよ。だから俺マジ最強5人決めんなら、まあハリボー入れるかなくらい。うん。まあ俺のお気に入りポケモンなんだけど、まあそんなね、お気に入りポケモンハリボー君と今日は対戦します。まあ次の対戦相手は誰かわかんないんだけど、うん。でちょっとね、ディスク読んでるんでお話ししていきます。はい、こんにちは。はい、こんにちは。なあ、ハリボー君、ハリボー君ってはい、お前強いよね。いや、俺めっちゃ強いけどあー、そうだよね。俺フローラてかさ、最強モンスター5人あるやん。あれ、お前の名前全然入ってないじゃん。あ、マジ？そう、俺マジ絶対に俺だったらもうハリボーなの。あー、やっぱ分かってんね。さすがに入れる、お前は。うん、やっぱ、いや、分かってない人多すぎるな。そう、びっくりしたわ。俺が入ってないのはもう論外。論外だね。間違いない。じゃ、とりあえず、まずミッドタイマン、倉庫タイマン、中距離タイマンだから。あ、オッケー。まあ、まず俺の苦手なミッドからやっとく。他の2個は俺が取っちゃう可能性があるから。ああ、得意なんだ。いや、得意っていうか、ミッドは勝てないけど、倉庫と中距離ならワンチャンあるかなぐらい。あ、マジ？うん。あ、いや、でも全部勝っちゃうと思うけど。ちなみに俺、ライムに中距離勝ってるから。あ、マジ？ライムに勝ってんの？ライムに勝ってるよ、中距離。でもミッドはもう俺からしたら捨てなのよ。他の2本で、ね、マジで勝ちに来てるって感じだよな。いや、俺は別にでも、ミッドな。あんまり最近やってなかったけど、振りポジだ、終わった、俺もう振りポジやばい、タナルさえできないのにミッド。いや、でも俺あんま上手くないからミッドは。ほんと？うん、ミッドなんかね、できなくてもね。スタート。そうそう、大会マジ一切関係ないから。あの、全面になってるけどミッドで。オッケー。敵チームが最初のポイント。まずはね、いや、やるじゃん、さすがにね。鼻くが強いんだよな。惜しい、危ない。その子も強いの？これ強いね。サッカー区でしょ、やっぱ。いや、サッカー区がね、ワールドカップ最強強かったけど、終わってからそんなあるんや。あれあれ、そんなあるんや。あ、そうなんや。やばい、こっから高橋の逆襲始まるから。まあまあ、おー、こっから高橋の逆襲が始まるが、さすがにでもロボです今。オッケーオッケー。まあ、ミッドは捨てたから。痛いね、痛いね、ま、すげー、無敵すぎ、無敵すぎ。あれ、アリボ大丈夫。まあ、4対4。うん、面白い。でもメンス弱いね。なんかメンスはね、めっちゃ下手くなった最近。おい。甘い。もうダメだ、もう。もうかかんねえよ、ミスト。てれな。フリポジだとね、パワー出すとこ全然ないからね。うめえな、普通に。まあ、これ勝ってんじゃない、さすがに。まあ、さすが、いや、って思うじゃん。うん。って思う。いや、待って。無敵すぎ、ちょっと待って。いや、無敵考えて顔出さなきゃ。
まあ、そりゃそう。無敵貫通するかなみたいな。ああ。OK、あと1点。うん。うん、なんかこう、ミッド、緊張してるだけだよ。お前、オッケーオッケーオッケー。まあ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 。さすがにね。間違いない。さすがにね。うん、ミッド捨てだから、こっからお前地獄始まるよ。まあ中距離、もうライムに勝ってるから、なかなかの腕持ってきてるから。うん、まあライム普通に中距離も上手いからね。うん。いやでも最近俺ずっと団体やってるから。ちなみにそんなん言ったら俺もう団体強い。あ、そうなん。無限に言いたい子やってるから。で、ルールは回復は買っちゃダメ。初期の回復分だけ使っていい。あ、そうなんだ。そうそうそう。初期回復は全部使っていい。で、あともう適当にここの大量に買っていい。あ、ね。オッケーオッケー。え、ギリやりこれ。ギリ、うん、まあ、なしだ、ね。あんま変わんないかもしんないけどね、あっても。一応なしでやらせてもらってます。オッケーオッケー。もうここは勝ちたいな。もう結構うまいよ。実は中級。マジ、うん、意外とやるから。確かに、クゴもそのために研究してんのか。そう。やっぱね、サッカークゴなんすよ。あ、この中継タイマー俺に負けて、サッカークゴにしようってなる。マジか。うん、もうこれ負けたら俺サッカークゴするわ、じゃあ。頼むわ。さすがに負けないと思うけど。ライムさんもそう言ってました。ライムさんも2ヶ月、復帰して2ヶ月のやつに負けたらプロ辞めるって言って、負けてました。マジか、そんなに、うわ、ちょっとそれは、楽しみだな。じゃあ、じゃあスタート。うわ、難しいの。うまい、待って、はいはいはい、痛いね。ハリボー君、ね、やばい、あ、やばい。今ボーナスタイム来てたのに。間違えてジャンプしたんだよ、ね、これたね、もう1点。ん？ 1 点待ち。いや、違う、日本選手。オッケー。うん、まあまあ、まあまあまあ、ヘッド1ぐらい食らってやるけど。うわ、俺この中距離が一番苦手なんだよ。はいーはいーほらーほらー、どうやお前。うわ、マジかよ。うん、ハリボーこんなもんね。あれ、ドリンク1本しか使ってねえぞ、うん、いや、まあまあまあ、最初はね。うん、そうだよね、最初はね。最初はこうやって泳がせると思う。ああ、ありがとうございます、泳がしても。うん、まあ全員ミッドだけは俺に勝てんのよ。あとで苦しめ、他のところで苦しめられるんだから。なるほどね。泳がされてるのこっちってか。そう。でもね、なんかやってる感じで、その、さっきのハリボー側の今の俺側の方がね、ちょっと不利なんだよ。あ、そうなんだ。いや、わかんない。なんか体感ね。マジで頭、もう本当に頭1個くらいで読んで。全然見えないでしょ。見えない。こっちの方がちょっと低いからね、むずい。まあ俺は普通に勝つけど、俺でも。なるほどね。うん。今日、よーい、スタート。いいで、いいじゃん。なるほど。いいじゃん。いいパンチ。まあまあまあ、ここはちょっとね、これガブっといて。うん、いいじゃん。いいじゃん、いいじゃん。ちょっと待って、一瞬配置変えるわ。OK。OK、OK、大丈夫。痛いね。痛い、痛い、痛い、痛い。痛い、痛いんじゃない？なかなかやるな。痛いんじゃない？面白い。そろそろ決めるか、じゃあ。うん、まあ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 、ちょ、そんな出てこないでしょ、この話。勝たないぞ。痛いね、痛いね、痛いね。ちょ、待って待って、当ててきすぎじゃない？痛いね。中身違うんじゃないか、実は。本物だ、ちょっと。中身工程とかじゃないの。いや、そんな、やばい。うまっ。え、お前回復してる？え、してたしてた、今結構ほぼマックスくらいだった。お、マジ？じゃあ今ヘッド4ぐらい入ってる、うん、結構入ったの。うわ、マジか、うまいわ、チューペリ。まあ、こんなもんですよ。あ、いや、最後、まあ、これ負けました。まあ、トレイン倉庫タイマーですね。オッケーオッケー。でも倉庫はね、まあでもこれ負けてもお前が弱いって勘違いしなくていい。俺はお前のこと強いと思ってるし、お前最強だと思ってるけど、ね、いや、まあ負けないけどね。ああ、さすがにね。確かに。でもね、ボンさんはね、マジうまいよ。普通にうまいべ。うまいうまい。クリックとか見るけど、復帰したばっかとお前ないレベルにある。
ったんで、でも結構ずっとこうやってるでしょ、うん、割と。多分、そこら辺のやつよりは何倍もやってると思う。あ、マジ、うん、もうそのプロ、そこら辺のプロチームのやつらよりやってる。もうちょっと、もうでも最低12時間ぐらいはやるかな。あ、マジ最低12時間うん、ま、あ、まあ、やってなくて10時間だと思う。うん。やってなくて10時間もうプロゲーマーやんの、それ。廃人だから。めっちゃやってる。よし、俺いけます。オッケー、俺もいけるよ。うん、よーい、スタート。危ねえ！危ねえ！俺もバテ感いいな。いやー、まあ、ヘッドニキですからね。うまいな、これ強敵だな、ちょっと。結構強いでしょ、ちゃんと。いや、強いね。まあ、俺は負けないよ、でも。ああ、お願いします。まさかね、俺が強いと思ってる人が、そうそうそう。こんなね、ボコられても困るから。ね。まあ、さすがにちょっとここで情けない姿見せれない。うん、もう今、こっから巻き返す。いや、まあ、フローラのエースといえばハリモだと思ってるから、俺は。確かに。うん。頼むよ、マジでね。もしして本地より弱いなんかないと思いますからねまさかね。まあ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 、こっからもうそう言ってられない今のうちだからね。こっから笑顔失ってくから。わかりました。いや、今のうち笑っとけ。行きます。じゃあ行きます。よーい、スタート。アリゴごめんごめんなかってしまった。いや、マジか。大丈夫、俺が強かっただけで気にしなくて。マジか、うん、気にしなくて。どうしよっかな、ちょっとね。次のまあちょっと、まあ別にこれね、これ見てハリボ弱いって思うやついるかもしれないけど、俺の中でハリボマジ最強だし、だそこはコーチの僕が言うんで間違いないです。たま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 負けちゃったけど、大会キルラン取ってるし、もう本当にね強いから。じゃあ、まあいや、まあ防災うまいな、さすがに。ありがとう。まあこの子、俺がボコボコにするとさ、やらせって言われるけど、本当にやらせないんで。うん、前も肯定にかって言われたから。うん、ちゃんと。ちょっと、今後の将来について考えておきますわ。考えといて。本屋のプロ続けるか考えておいて。俺がちょっとコーチに回ろうかな。俺が出た方がいいかも。もしかしたら。じゃあちょっと、対戦相手、次の、決めてもらっていいですか。いやー、次の対戦相手、まあ、俺の課だけを取ってもらうべく、そうだな、じゃあ。マキで。マキね。オッケー。マキで。じゃあ次。マキに俺の敵取ってもらう。次回、フローラマキということで。うん、じゃあ、ハリボー君、団体練習しとくようにね。はい、またリベンジしに行こう。ああ、オッケー、リベンジにしに行こうよ。うん、いつでも受けたつわ。じゃあ、お疲れ。ありがとう。お疲れ。マキ頼んだぞ。